滝祭り、豊作を祝い田の神山の神に感謝する村人の表情は明るい。しかし50、60年前は今と様子は全く違っていた。日本原の西にあるこの地には狭い広渡川が一本あるだけ。小さなため池はいくつかあるものの水の量が少なく、夏はいつも干ばつに悩まされていた。その上、この地方特有の広渡風という強い北風が収穫間際の稲をなぎ倒し、一粒の米も取れない年すらあったという。村を救うには池の拡張しかない。塩出ホームのお年寄りの話によると、大正14年村人たちは塩出池のかさ上げ工事に立ち上がった。池の工事の最大の仕事は堤防を作ることである。男が土を盛り、女の締め子が棒と足で固めてゆく、いわゆる男児子と呼ばれる労働である。男児子は仕事の能率を上げ、動作を一つにするため歌と太鼓の音頭に合わせて行われた。かつて男児子に加わった人々から見たこともない激しい労働を踊りを通して受け継ぐ若い世代。何一つ娯楽のなかったその頃、一日の疲れを癒す酒の余興として手拍子よろしく昼間の作業歌が歌われて、郷土芸能男児子の芽生えとなるのである。5年間で延べ20万人を超す村人が塩出池につぎ込まれ、200万トンもの水を支える堤防を作る。
その労働には手振り足拍子の揃う面白さがある。踊りの要素として欠かせないこの面白さが踊り男児子の完成を一層早めたのかもしれない。踊りは踊る人の心を表している。塩でホームのお年寄りから男児子を習うとき、同じ土地に生きる人間同士の魂の触れ合いを感じると青年は言う。そりゃ腕に折りをかけて、どこどこいしょ、これはどこへかけたえ、月の回る そこには、ふるさとの踊り、男児子の伝承者としての晴れやかな素顔と、蓮の郷土に生きるたくましい生命力があふれているのである。そりゃあ今年は豊年よ、そりゃあほにほがよえあさいて、どこどこいしょ、こりゃどこい道のえ草に